皆さん、こんにちは。じゃあ、ミスターポッパだよ。じゃあ、ちょっと姿勢がすごいなんか冷たかったんですけど、あ、まあ、こんなノリなんですよ。いや、はい、そうっす、いいっすね。そうですね。まあ、まあ、ちょっとテンション上げていかないと。もう視聴者もすぐね、うちの見るね、まあそうです。まあ、5秒って言いますからね。そうですよね。切り替えるまではね。そうですよね。はい。今日のテーマです。はい。あの、イベントの件を前回、ね、話をしましたけど、はい。実はもう一つ、ちょっと変わったことをやろう、変わったことというか、どこもやっていないことをやろうって今思ってるんですよ。はい。それはもう2年ぐらい前から構想があって、これがですね、e スポーツ大会です。ああ。ああ、ですか。いいっすね。いいですよね。いいっすね。でですね、この e スポーツっていうのが、ただ単に、まあ、会場にこう、ゲーマーが、プレイヤーが集まって、そこをお客さんが見る。っていう質素なものではなくて本当のガチなやつ我々プロジェクターを4台持ってます、はい、ほうほうほう。スクリーンさえうまく準備できたら4画面でプレイヤー真ん中にライティングもあります、はい、LED でバン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 そこの中央のプレイヤーをバンバンやってレーザービームもありますからオープニングでバーやってガンガン曲流してオープニング映像流して入場ですよ。場所どこでやるんですか。場所はですね、今のところ、結構そのどんな感じになるかという、結構洗い出さないといけないと思うんですよ、はい、でルールも整備しないといけないんで、まずは公民館で田代だけでちょっとやってみて、田代公民館で田代ホールです。田代ホールです。田代ホールで田代ホール、いいっすね。いや、そこでちょっと前やってみて、ね、ちょっとルールを整備しながら、はい、まあ、どんなゲームがいいのかっていうのも選定しながら、なるほど、ある程度形が決まったら、はい、地区公民館のフロアで、はい、まあ今はコロナですから、はい、のあれですから、はい、ちょっともう本当落ち着いた時に人入れて、なるほど、地区公民館の体育館、いや、ホールがあるんです。ホールがあるんですね、はい、そこのホールでちょうどいいぐらいの感じの大きさね。そうなんですね、うん、そこでもうバン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 やるみたいなのを紙一式でまずその次にやって、最終的にはですよ、日置市でやりたいなって思ってるんですよ。素晴らしい。いろんな地区から今ちょっと今回これ田代ホールからお届けしてるじゃないですか、はいはい、このちょっと見ると稲刈りが終わった田んぼがバーッとこう見えて、そうですね、で、あの、法的にはあまりよろしくないんですけど、野焼きとかも気づきましたね。あの野焼きとかもたくさん上がっている、はい、この情景の中で、はい、e スポーツ大会が行われているとかって、はい、すごいロックじゃないですか。ロックですよ。その、なんていうか、そのスピリッツ、はい、その田代スピリッツの象徴の一つになり得るなと思った一方、できるだけ田代とか上市木とかのこの原風景の中での e スポーツだっていう、そこの軸足はずっとぶらさずに我々も一緒に盛り上げていきたいですね。あ、そうですね。あ、これはね、ずっと思ってて、いつやろうかいつやろうか、でも、ね、なかなか新型コロナも、ね、うん、状況がなかなか収まらない、もう完全になくなる、もうなくなったかなっていうところでやっぱり始めないと、うん、そういうのってそう、どっから出てくるんですか、これやろっかみたいなアイディアって。だいたいミスターポッポ、そうですね、ほとんどですよ。パッと思いついて、ああ、なんかいいな。ミスターポッポがポッとポポッとこう思いつくじゃないですか。面白い。ミスターポッポがポッと思いついたことで、却下になることもあるんですか、皆さんの話の中で。いや、もう言う時点ではもうある程度もう構想もね、そうなんですよ、決まってるので、ほとんど決まった状態で言うんですよ。それに対しても意見を付け加えて修正するのがもうほとんどですよ。そうですね。はあ、じゃあもうやるかやらないかじゃなくて、はい、どうやるかから始まっていくんですね。やるためにはどうしたらいいかですよ。自分なんかもう あれはできない、これはできないという考え一切ないです。ないです。やるためにどうするかっていうことしかないですよ。それってそのすげえ例え悪いですけど、はい、ものすごいブラック企業の社長みたいなもうなんかどう見てもブラックだもんね。いやでもやっぱそれをやりきる底力っていうか、はい、それとまあ構想の段階でそんなに外してないっていうこともあるんですか。どうですか。いやそりゃ無理だろうみたいなことはあんまり出てくる、全くないですよ。あ、そうですか。どう消えて聞かれた時にもうそれを頭の中で吸収して、うん、夜のためにはこれとこれとこれを埋めないって感じしかもう頭ないです。もう図面もできてるんですよ。できてるんですか。あの、畜間でやるための図面もできてるんですよ。すっごいですよ。多分この図面バーンって出したら、絶対来たいって思いますよ。ちなみに、ゲームは
ゲームがですね、今のところ子供たちの意見からしたら、はい、フォートナイトとかちょっとお客さんはわからないんですよね。あ、うん、だからお客さんも盛り上がれる、はい、お父さんお母さんが見て、はい、ああ何やくん頑張れみたいなのができるような、なるほど、うん、ゲームも理解できるものじゃないといけないんで、今のところ我々はあの今はもう40代、はい、まだ30代、はい、もう40近くですけど、世代的にボンバーマンかなって。ああ、いいですね。スイッチでも今はボンバーマンのボンバーマン R っていうのがあるので、はいはいはい、そういうので対戦するのは面白いかなと。そうですね、あのフォートナイトとかだと本当に鹿児島県中から全県から子供たち来るでしょうけど、そこじゃないんですよね。そこじゃないですよ。そこじゃないですよ。なるほど。もっと言ったらお客さんの方が楽しめるもの。どっちかしたら、まあプレイヤーもね、お客さんがわーってなったらもうどんなゲームでも楽しいです。まあそうですね、そこですね。あ、いや楽しみだな。なるほど、ボンバーマン。ボンバーマンって日本で生まれたゲームですか、ね、そうです。ハドソンからね。そうですね。あ、やりましたもん。めちゃくちゃやりましたもん。あの四隅に分かれてですよね。そうか、楽しみっすね。でもプレイヤーはですよ、はい、フルフェイズのヘルメットを買ってもらって、いやみんなボンバーマンなんですよ、赤なのか青なのか分からんすけど頭それか、はい、勝ち残った一番かあのトップで残った人が、うん、最後に中山市長と、はい、中山さんがボンバーマンの格好してるって、やっべえ、ちょっと急いでトレーニング積んどこ負けられないな。いやもうそういう構造がね、うん、あるんですよ本当に。これは絶対やりたいと思ってて、うん、なるほど。ちょっとあの突っ込んだ質問していいですよ。そういう場合って、まあ、この間のプロジェクションマッピングもそうなんですけど、はい、ちょっとこうお金とかどうされてるんですか。はい、あ、これはですね、青少年部はちょっとぶっちゃけ言いますと、はい、棒踊りっていう行事が、はい、伝統行事が4月にあるんですけど、うんうん、ゴールデンウィークか、うん、5月ですね、5月。それであのお客さんがバーって来てお花を、はい、くれるんです。あ、それが我々の資金であって、棒踊りが資金で、そうです、はい、そのいただいた花で夏祭りを開催して皆さんに歓迎しよう。じゃあ棒踊りができないと。はい、そうなんですよ。そうなんです。今年はなかったんです。なかったっすよ。なかったんです。今年はですね、なくてないけど、はい、やれることを考えました。協賛金集めました。おお、そうっすか。自分も出しました。それはやっぱり毎年続けてるからこそ、こちらはやっぱり言えるんですよね。そうですね、毎年続けてるから実績があるから、あるからも去年の資料とか見せれるし、そうです、もう場合によってはですよ、こういうことしてますっていうのを積み重ねがあったからこそ、こっちもあと自治会も協力してくれましたね。じゃあ e スポーツとかも、はい、まあ、そういう例えば棒踊りも一つのまあ財源としてはあり得るし、はい、そうですね、スポンサー集めていくっていう実績もこれまでもあるしと、はい、そうですね。ただあの e スポーツに関しては、はい、もう今持ってる機材でいきますから、うん、ほとんど経費はかからないです、うん、ですね、頭だけは、うん、素晴らしい。子供たちにはもうちょっとその構想はちょこっと言ってるね。ヤブちゃんでも一回喋ったことがあって、それ見た子なんかでは何すんのっていうのは聞かれましたよ。あ、まあ、早くしよう、まだもうちょっとしてから言うからって。そうですか、うん、いや e スポーツもね、もう我々が子供の頃とはスポーツっていうものの意味合い変わってきてますからね。変わってきてますよね。あ、本当に、ね、体じゃなくて頭ですからね、もつかるから。そうですね。なんか我々として、まあ、私としてもできることあったら協力したいですし、いやもうお願いしたいですね。人としてもなんかそうですね。エアギターを喜んで、はい、エアギターをしてます。そうですね。オープニングを。いやなんですよ。エアギターでオープニングやってもいいんですよ。もうちょっと大きなあれなんですね、うん。オープニングのちょっとこうアトラクションみたいな感じで、ね、あ、ちょっと映像も、はい、ゲームとなんかこうリンクさせながらね、いろいろありますよ。一つのコンテンツをね作り上げたいです。どうすか皆さん。e スポーツですって。いやこれは子供は喜びますよ。喜びますよね、お子さんね、うん、でその子供を喜んでる子供を見て大人も喜ぶと。そうですね、わ、元気な子が田代にはいっぱいいる、上市にはいっぱいいる、うんうんうん、わ、日置市はいっぱいいるって、うん、いうことでお年寄りの方々もね、うんうんうん、これだったらもう君たちに託そう安心できるって感じで。そうですね、それが一番いい流れかなって思いますね、うん、もうゲームとかも今そのプロとされる人たちがたくさん出始めてるじゃないですか、うん、出てますね。でもうそんなゲームばっかして遊んでみたいな、かつての我々の当たり前に言われたことが、まあ、当たり前じゃない未来に片足突っ込んでるわけですよ。そうですね、常に我々は、うん、だそこ考えるとね、すごい大きな地殻変動の最先端にまたこの田代が突っ込んでいくんだと。私はこの話を今日振る予定でまあいたんですけど、はい、うん、どんな反応が来るかなっていうのはずっと思ってましたね。あ、そうですね、もう最初にこれなった時にやったと思いました、はい、これ初めてしましたからグータッチ、でもこれしたことなかったんですよ。あ、そうあ、まああの
そうですね、この間のただプロジェクションマッピングからの驚き度合いでいくと、はい、まだ現時点ではただの e スポーツ大会だったら、はいはいはい、ああそうですか、ね、感じになりますね。だからそこに、はい、あのこの間のプロジェクションマッピングの技術が総動員されたものになってくると、はいはい、もういわゆるその e スポーツの大会っていう概念じゃないものを作ろうとされてるならとは思って、そうですね、だから e スポーツ×プロジェクションマッピング×まあローカルのエンターテインメントっていうのをなんかこうね、もうそれはもはや e スポーツ大会じゃないじゃないですか。違う何かを作ろうとしてますよね。新しい何かを総合芸術のを作ろうとしてるわけですよね。 e スポーツの要素を取り入れた新しい、そう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 、いやー楽しみですね。でその優勝した方にやっぱり商品があって、それはもう決まってるんですよ。何なんですか？ジョイコンです。ジョイコン壊れるんですよ、よく動かなくなって勝手に動いたりとか、ジョイコンですよ、皆さん欲しがってるジョイコン。もうちょっといいやつでいいんじゃないですか。まあそれは3位ぐらいの方に、あれも高いですからね。あ、そうなんですか。7000円しますよ。あ、そんなんするんですよ。7000円するんですよ。何個あっても構わないですよ、あれ。そう本当に。まあ何個あっても構わない。ただですね、視聴者のためにちょっとアドバイスなんですけど、あのジョイコンの十字キーか、あれがレバーが勝手に動くっていう現象がよくあるんですけど、あれですね、接点復活スプレーっていうものをシュッと吹きかけたら回せば治るんですよ、一時的に。接点復活スプレー、はい、精密機械のなんかそのスプレーみたいなやつで、潤滑剤みたいなやつで、シューッとかけてぐるぐるぐる回してたらしばらく治って、それを繰り返してもうずっと使えるみたいな。もう皆さん多分あまり知ってる方いないと思うんで、じゃあぜひね、一応ぜひね試してみたいと、ね、うん、だからまあ、商品は設定復活スプレーか。すごいな。そうですね、ジョイコンの修理方法まで分かってしまうペコちゃん。そうですね、お、そうですよね。まあ、これは他の YouTube からあれしたんですけど、ね、そうなんだ。あ、すごいと思って。そうですか、はい、そうです。いや、すごく楽しみでした、はい、いつぐらいになりそう、とりあえずね、まあ、コロナがもし収まったとしたら、はい、来年あたりなんかちょっともう早々ちょっとテスト的にやろうかなと考えてますね、ゲームを選定して来年の何月ぐらいかまで、ですね、いやもう明けてちょっと時間があるんで、その期間は、うん、まあほら夏に近くなるにつれてまたもう厳しくなってくるんで、はい、いろいろこのイベントの関係は、はいはい、余裕がある時でしたらもう年を明けて正式の話いただいてるんですよ、はいはい、正式のオープニングの、はい、あるいは、はい、片付いたらもうちょっと早速手をつけようかなとは思ってますね、いや休まないんですね。休まないですさんって、ね、休みない、ないというか、なんていうか、うん、もう止まったら死んじゃうんですか。死にますね、あ死にます、もうすぐ死にます。ちなみに今その皆さんの中で、はい、やりたいネタのストックってどのぐらい溜まってるものなんですか。なんか分かりましたかね、今その e スポーツですよ ね、あと公民館を使ったお化け屋敷、あ、うん、見たい見たい、はいはい、もうすっごい怖いです、もう怖いですからね、ここ夜もう回って公民館一周こう中を回っていろんな仕掛けがあって、はい、上に近尾神社っていうのがあるんですけど、そこを回って降りてくるみたいな、はい、もう最悪のゲームですこうお化け屋敷、はいはい、それとプロモーションビデオありましたよ。あ、プロモーションビデオですね、今歌をいろいろ作ってるんですけど、はい、まあ、その中でも 何個かピックアップして、うん、あのミュージックビデオ、あれをちょっと本格的なやつを実写版ですね、実写版で、うん、実際に演者がっていうか、でもちょっと見たいな、うん、それをちょっと歌だけじゃなくてそこに映像があるみたいなのを、はい、ちょっとやろうかなとは思ってますね、はい、PV、 PVお化け屋敷、e スポーツ、まだあるんですか。まあ思いつかないですね。多分あるんですよ。いや、パッと出てこない、出てこないだけで、なんかありますよね。今までずっと中でこもってたのが、はい、涼しくなるからもう外にも出るので、うん、多分出ながら考えると思います。なるほど。ね、だから収録を回るっていうのも、うん、ヒーローがいますから、田代には、うん、いっぱいいらっしゃいますね。田代マンブラック、中井宏とか、はい、いろいろあります。もうみんなで総動員で出て。いろんなことをしたいなと思ってますね、はい、楽しい村にしたいです。ぜひぜひあの仲間に加えてください。はい、その時はボンバーマンの、いやー、はい、頑張ります、はいはい、ではまた何かありましたら、はい、本当あのご協力お願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。登録してね。あと高評価もお願いします。お願いします。